はい、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。完全感覚ベカです。本日はリクエストにお答えしてナンを作っていこうと思います。で、このナン、本場ではタンドゥールっていう釜で生地をペタッと貼り付けて焼いていくパンなんですけども、もちろんね、その釜も用意できないので、今回は簡単にオーブンも使わずにね、作れる作り方をご紹介したいと思います。一つは魚焼きのグリルを使って、もう一つはフライパンを使って火を通していく方法をね、ちょっとご紹介したいなと思います。それでは本編始まります。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それではね、今回のレシピはこんな感じになってます。まあ、このナンのポイントとしては、ヨーグルトとか、まあ、本場だったらね、ギーって輸入製品が入ったりするんですけども、ちょっとこれでね、酸味をつけていくのと、なんてね、ほんのり甘い風味のあるパンなので、お砂糖もね、ちょっと多めに入ります。今回、それではまずね、強力粉入れていきます。あとお砂糖ですね。イーストの栄養と甘みになります、この子が。あとは味付けにお塩です。そしてパンを発酵させる菌、インスタントドライイーストを加えていきます。あとは今回の決め手、ヨーグルトですね。これはプレーンのね、お砂糖の入ってないタイプのものを使いましょう。あとはお水ですね。で、かき混ぜていきます。で、こねていきますね。で、ヨーグルトってパンととっても相性が良くて、乳酸菌が働いてて、ちょっと酸性に傾いてるんですよ。イースト菌も弱酸性の方が活発に発酵するようになるのでね。で、日本だとナンってやっぱりインドを代表するね、パンの一つだと思われてるんですけども、実はインドってあんまりナンを食べないんですよ。っていうのも、各家庭にナンを焼く釜がないんですね。だからナンが食べれるのって本当に北のインドの方の高級料理店でしか出てこないようなパンなんですよね。でも日本にインド料理が入ってくるときに、パンを焼く釜を作ってる会社の経営者さんが、あ、このパンはインドだったら一般的に食べられているポピュラーなパンなんだなっていうふうに勘違いをしたことがきっかけで、日本に入ってくるインド料理屋さんは結構ね、ナンを出すことが定番化してったそうです。だからその釜を作る社長さんの勘違いがなければ、こんなにね、日本にナンは広がっていかなかったっていうような、ちょっとね、不思議なパンだったりするんですよね。で、今回のね、生地としても結構こねやすい配合になってますね。そこまでベタつかないですし、でもね、弾力があってしっかりとまとまりが出てくる生地なので、こねててね、楽しいと思います、このパン。で、まだこのね、表面にボツボツ感があるので、これがね、滑らかになってくるまでもうちょっとこねていきます。で、今回ちょっとね、生地に硬さがあるので、転がしながらこねていくのがいいかなと思います。両手で生地を折って、コロコロと丸い形をキープすることを意識して転がしていくと、台との摩擦力で表面のね、生地、内側の生地がつながってくれるので、表面がね、つるっと滑らかになるまでしばらくちょっとね、このこね方を続けてみましょう。よいしょ。生地今こんな感じです。でも今でだいたいこね始めから10分ぐらいしか経ってないので、こんな感じのつるっとした状態になったらバターを加えていきます。ちょっと生地伸ばしてね、この中にバター入れていきます。グリグリっと。こね上がりの生地の見極めは、まず表面がつるっとしてることですね。で、押した時弾力があって跳ね返ってくる感じ、うん。そしてあとはグルテン膜っていう薄い膜が張るようになります。じゃあちょっと伸ばしてみますね。
伸ばすと薄いつるっとしたね膜が張るようになります。で今回は何に関してはそこまでもちもちさせるパンじゃないんですけれども、ある程度この膜が張らないと薄っぺらい形にね整えるのがなかなか難しくなるので、これはね膜は張った方がいいかなって思いますね。ここまでね薄い膜が張れたら生地完成なので発酵に入れていきます。はい、それではこちらね寝かせていきます。一応ね生地は乾燥しないようにラップをかけておきましょう。これ濡れ布巾でも別にいいです。では大きさがね大きくなるまで発酵に入れていきます。今だいたいこれくらいの大きさですね。部屋の暖かいところとか電子レンジの発酵機能を使ってみてください。では行ってきます。はい、それではね、一次発酵が終わった生地ですね。うん、きちんとボリュームが出てます。こんな感じに、ふっくら膨らんでたら発酵完了です。状態確かめてみます。では、これは粉のついた指で、ブスッと刺します。このスッと抜いた穴が塞がりきらなければ発酵が良好ですね。もし仮にここでほとんどが塞がってしまったら発酵が少ないので、プラスでね、入れていきましょう。この生地は大丈夫。よいしょ。これは今日は3つに分割していきますね。お好みの大きさでいいです。これはね、で生地はね丸く整えておきましょう。これ丸にしとくとやっぱりね生地のつながりの向きが揃うっていうのもあるし、この後の形がね整えやすいんですよね。でこういう風に生地を切ったりとか潰したりとかをすると引き締まる力がどうしても出てしまうので、これはねこのまま少し休ませておきます。で今回は薄っぺらくて平べったい形にしていくので、ちょっとね20分ほど休ませた後に成形していきますね。ちょっと今回長めです。はい、それではねベンチタイム20分ありました。これから形を整えていきます。形の整え方はまずは手にね打ち粉を打っておいて、生地の表面にもね少し打っておきましょう。で軽く潰します。だいたい15センチぐらいの丸ですかね。ここまでできたら、私もこれ初めてやるんですけども、こうパン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  YouTube で見たんですけど、こういう風にして伸ばしていきます。もうちょっとこうピュッていくのかな、シュッとシュッと投げながらこう遠心力で伸ばしていきます。なかなか伸びないですね。いやもうこれ手でやります。はい、ではこんな感じの形に伸びたら、こちら油の塗ったグリルの網の上にのっけていきます。もう1枚ぐらい入りそうだからちょっともう1枚やりますね。なかなか難しいですね。ちょっと詳しくはYouTube でね本場のインド人の方が作ってるナンの作り方が見れるので、それを見ていただけたらなと思います。私もちょっと見よう見まねなんですけどもね、全然できない。
伸びてきました。こんな感じです。厚みはねそんなに均一にしなくていいそうです。こんな感じでなんとなくね何の形になったらこれも並べていきます。ではこれね1分ほど温めてからナンを入れていきます。だいたい強火で片面2分、ひっくり返し2分ですね。ではいってらっしゃい。おお、焼けてる。これひっくり返します。ちちちちよいしょ、ちょっとちょっとあちちちちで反対側もまた2分間いきます。お、こんな感じです。ナンを救出。魚焼きグリルだとやっぱりちょっと魚の匂いがつきそうだなって方のためにフライパンでもね焼いて試してみたいと思います。じゃあちょっと焼いてみます。2分30秒ずつ焼きますね。よし、じゃあひっくり返してみます。よいしょ、おー、いい感じ。今1分ぐらいなんですけども、反対が結構黒焦げになっちゃったのでこれでやめます。はい、それではね本日はナンを作ってみました。ちなみにこちらが魚焼きグリルで焼いた方で、こちらがフライパンで焼いた方ですね。で、作ってみて分かったのは、やっぱりお砂糖が多いので焼き色がすぐついてしまうってことなんですね。なので火加減注意っていうことと、焼いてる間もねちょくちょく様子を見た方が綺麗に焼き上がるかなとは思います。今回は両方のやり方をやってみて、個人的にはフライパンで焼いた方が様子がねその都度見られるので、綺麗にね焼き色も調節しやすいかなっていうふうに思いました。で、今日はねナンに合わせたねカレーも一緒に作ってみました。はい、ではね早速試食をしてみたいと思います。じゃあカレーをつけていただきます。うん、生地はすっごいもちもちで、焼きたてってこともあってとっても柔らかいですね。で、きちんと中の方もしっかり火が入ってますし、表面の部分はこちらフライパンで焼いた方は油を使ってるのでね、ちょっとカリッとしたような食感があります。まあ、なんで結構薄っぺらいイメージがあると思うんですけども、結構今回は厚みがあるので、まあ、パンに近いナン、ちょっとふわふわした感じのナンに仕上がってます、ね、ナンも発酵の時間1回でいいですし、二次発酵しないのはあんまりボリュームも出さなくていいからなんですね。なので間の時間でね発酵中カレーを作って、カレーを煮込んでる間に焼き上げるっていう風な作り方とかもできると思うので、よかったら真似して作ってみてください。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。作ってみたいなとか食べてみたいなって思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。本日のレシピのポイントなどは動画概要欄に載せておきますので、そちらもよろしければチェックしてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。失礼します。